美州富士見原は、葛飾北斎の代表作、富岳六計四十六図のうちの一図。千八百三十一年頃観光。大番西木へ。落下は、北斎改めため一筆。会員はない。版元は、長門市道西村屋与八。北斎漫画三編より、現在の愛知県名古屋市中区富士見町周辺とされる。当地は、名古屋郊外の遊郭屋。 武家屋敷が存在する名勝地であった。北斎は二度名古屋を訪れているが、当地を訪れたかは不明である。四十六図中、最も西に位置し、かつ上州牛堀に次いで遠距離から富岳を眺めているが、この地から見える峰は南アルプスの生竹であり、富岳は南アルプスに遮蔽されて、実際は見えない。画面中央には巨大な樽の中で板をやりかんなで、 削る職人の姿が描かれ、村の中から、田園風景の彼方に小さく富士の姿を見せる。村の左側には、タガと道具箱が、右には、木槌が置かれ、村が動くのを抑えている。これに酷似した構図は、北斎漫画三編にも登場している。このようなアクロバティックな構図は、河村敏雪の絵本、百富士の影響を受けたのではないかとの指摘がある。空の描写には、 ベロアイが用いられている。上部だけさらに濃くすって、彩を雑巾掛けでぼかしている。36系観光予告で、おいおい出版、おいおい彫刻とあるように、本揃いは36図が同時に観光されたのではない。全揃いのうち、落観を見ると、前北斎ため一筆26図、北斎改ためため、一筆9図、前北斎ため一十図、北斎ため、 一筆一図に分けられるが、後から追加されたのが明らかな十図がすべて、前北斎ため一筆なので、北斎改めため一筆経球図の方が、先に刊行されたと考えるのが自然である。よって本図は、最初期に刊行されたことになる。藩元の西村や与八は、富士公の世話人であり、公の参加者が江戸だけで数千人いたことを、彼が把握していたからこそ、 当時、役者へや美人画ほどの人気がなかった、名所への大揃いを観光できたのだろう、との説がある。ありがとうございます。